倉庫業とは、帰宅契約に基づいてお客様から荷物を預かってその対価で、報酬をいただいて、まあ、その保管責任持って保管を行う業務のことを言います。倉庫業登録をする場合は、まず建物ごとにその倉庫ごとにですね登録を行うことになりまして、その登録を行った倉庫においてその保管行為っていうのができるようになります。倉庫業に当たらないケースはどういったケースなんですかっていう問い合わせが結構多いんですが、当たらないものの例としては例えばロッカー、あとはホテル等での一時預かりっていうのが当たらないケースで多いものです。あとは物流センターですね、運送業の都度その運送の過程上一時的にそこに保管したりっていうのも、倉庫業に当たらないケースとして挙げられています。何か個別なケースでご相談がありましたらお気軽にご相談ください。